よーちゃん。うわっ！うわっ！終了。せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。翔です。少量です。はい。今回なんですけれども、翔太にドッキリを仕掛けてみたはい。久しぶりのね、翔太にドッキリを仕掛ける企画なんですけれども、今回のドッキリは、もし朝起きて、ベッドの下に彼氏が隠れていたら、どういう反応するかー。怖ー。怖ー。いや、怖いよね。怖い怖い。ここでしょ、だって。そう。朝、もう、本当に起きてすぐに、撮影したので、うん、これはね、うん、もう、動画撮影した後に、はい、オープニング撮ってるんですけれども、はい、まあ、体張ったよね、俺ね。そうだね。この狭い隙間によく入ったなって自分でも思う。うん、よく聞くじゃん。なんか家帰ってさ、うん、ベッドの下にさ、人が隠れてたからさ、泊まりに来て、うん、友達、家主は家、ベッドで寝て、友達は下で寝て、ふとなんかベッドの下見たら、目があったとか、ね。怖っ。人が隠れてんのが一番怖いよね。いや、わかる。なんかさ、うん、幽霊とかさ、そういうお化けとかはさ、うん、なんかちょっと非現実的なところがあったりとかさ、うん、見えるか見えないかわかんないじゃん。はい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 。人間だよ。そうだよね。怖ー。まあね、今回はね、僕なので隠れてるのは、そんな危険なことはないんですけど。まあそうだね。うんうん。まあ、翔ちゃんがね、どういう反応をするのか、はい。楽しんでもらえたらなと、思いまーす。ひょにょ。まあ朝なので、起きたてだったので、テンションはちょっと低いんですけども。そう、あとね、うん、俺のね、顔が結構ひどいので、ひどい顔が苦手な方は、うん、我慢してみてください、はい。で、俺もテンション低いけど別に気にしないでください。朝のテンションです。本当にマジ寝起きでやる。はい。というわけで、はい。やっていこうと思いまーす。終了。りょうちゃん、りょうちゃん。よーちゃん、
わ、こも何してんの。え、ちょっと、怖なんでそんなとこいんの。なんでてってれー怖っ。びっくりした。するだろ。見て、このなんでそんなとこいんの。え、驚くと止まって。出れる。待って、あ出れない。引っ張って。よく入ったな、こんなの。イエーイ。しました、しました。ふて寝すんだから、俺。え、ふて寝する。なんでふて寝するんだよ。楽しんでくれたねえ、うん、ねえ、楽しんだ。面白かったでしょ。なんだよ、朝から頑張ったのに。ああ。ひょうにょ。いや、怖くない？怖いよ。ベッドの下に人がいる。いや、怖い怖い怖い。気づかなかった。なんか、まあ、トイレに行ったじゃん。うん。トイレに行って戻ってくる時とか見えてなかった。見ないか、そもそもベッドの下とか。うん。見ない。本当にびっくりした。よかった。はい。はい。というわけで、今回の動画はここまでにしたいと思いまーす。私もびっくりしたよって思っていただければ、チャンネル登録と、高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。イェーイ。